太刀など担いで、お主も少しは剣術をかじっておるのか。年若いのに武道を志すとは、感心感心。それがし、いつの日か剣豪を足らんと、こうして修行に明け暮れる毎日。何、出会いらん。行って市内にたそう。腕の立つ侍が相手では刀も全て受け流される。相手が切り込んでくるのに合わせ、この線を取らば一撃で太刀を打ち折り、勝機も見えるやもしれぬ。道場の先生の受け売りを、お互い精進じゃ。この雲行きだと一割来るぜ。船は出せねえな。俺は腹すかせたガキが7人もいる。まだ死ねねえよ。様の仰せの通り、鹿見の剣は奉行所にうまく届けておきました。すぐにもしょっぴかれましょう。なんだその目は。別に桃姫のためにしたことではない。それよりも地獄は、こりゃまた奇遇だね。そこのお茶屋で聞いたんだがよ、この辺りは狐がよく人を化かすんだそうな。あっちにいるのは先に行ったはずの蜂のようだが、見ろ、コンコン言ってやがる。ありゃ狐に違いねえ。蜂に化けて俺を騙そったってそうはいかねえや。見てろ、踏んづかまいて尻尾出すまでぶっ叩いてやる。悪いことは言わん、一休みしなされ。参道に入って休めば、狐やらに化かされて泥団子食わされても知らんぞ。飛びまくりで元気があっていいね。こっちはあれから相棒が風邪気味なもんで、俺だけ次の宿場に行って宿を取ってやろうと先に来たんだが、やっぱり心配でここで待ってんだ。おりゃいけねえ、こっちも移されちまったかな。
っとっ